こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に向かっております。そして向かう先はですね、茨城県の大洗ですね。何度か大洗の方には行ったことあるんですけど、泊まったことがなくてですね、なんとか全国旅行支援割を取ることができまして、大洗近辺にコスパのいい宿を今回も見つけましたので、宿泊することに決めました。そしてですね、向かう途中にまた観光地いくつかあればいいんだけど、結構もう行き尽くしちゃってるんで、なんかいいところあれば、行こうかなと思っております。ここから約1時間から2時間ぐらいかかりますけども、運転楽しみます。デイ、この道狭いな、すれ違いが結構危ないですね。景色はずっとこんな感じになると思いますので、第一目的地決めました。12橋駅という秘境駅ですね。おそらくね、だいぶ前に何回か行ったことあるかもしれないんですけど、今回も行ってみようかなと思います。かなり久しぶりですね。ここから30分ぐらい着くのかな、どんな感じだったっけな、楽しみですね。とりあえず向かいます。そろそろ着きます。これが鹿島線かな、すげえとこだなこれ、久しぶりに来たけど。12橋駅着きました。もうね、全然秘境感ないな、めちゃめちゃ綺麗。車もすげー止まってて、建物も立ってるんですよね。こんな感じですね、周りは。あれは謎の建物が、まあ、モザイクかかっちゃいますけどね、車が止まってますけど。そしてトイレ、この辺はあった記憶があるな。ぐるーっと回って、ではこのまんま上がってみますか。駐車場が整備されてて10台ぐらい止まってるのかな。で、中に乗ってる様子もないから、この駅を利用してる方なんでしょうね。ていうか秘境駅ランキングってまだあるのかな。で、確か千葉県が、前回行った久ヶ原駅とこの12橋駅の2つだけそのランキングに入ってた記憶があるんですよね。で、久ヶ原が結構上の方で、この12橋は200位に近かった気がする。はい、これも変わってないかな、覚えてるわ。この乗車駅証明書発行機、そして人はいないかな。あ、綺麗ですね、12橋駅で。景色がすごいよ、もう田園風景。懐かしい。このまんまじゃ駐車場の方も移しますか。はい、こんな感じです。辺り一面田園。眺めが良くて普通に気持ちいいですね。いい休憩になりましたわ。はい、というわけでパパッと見終えてしまいましたので、この近くにですね、いくつかあるんですよ、観光地が、観光スポットが。で、その一つである日本松寺、ここから約10分15分ぐらいで、着くところに行ってみます。
日本松寺さんですね、評価がすごく良くてですね、アジサイがこの撮影時期に、ギリギリ見れるそうなので見に行ってみますか。着きました。結構混んでる。もう車 3,40 台止まっててびっくりですわ。では中入ります。400円払って中に入りました。遊歩道みたいになっていて結構歩くみたいですね。アジサイ綺麗だな、かわいい。いろんな色あるぞ、ほら綺麗、もっこもこ。アジサイと田園風景、めちゃめちゃ良くないですか、この角度。なんでこんなに綺麗にピンクと黄色が混ざるの。気持ちいいっすね。こんないいところだったとは初めて来ました。おお、でかい。このアジサイマジで気持ちいい。来てよかった。まだまだ広いんですよ。これやばいな、このペースで行ってたら日が暮れちゃうわ。まだまだ奥まで続いてるんですよ。一面アジサイ、一面のアジサイですね。上り坂になりましたね、急に。しかし綺麗ですわ。この規模でこのアジサイの綺麗さで400円安いんじゃないかな。だいぶめちゃめちゃ綺麗よ。生で本当に見てもらいたい。立ち止まっちゃうもん。このアジサイの色も絶妙ですよね。赤と紫が混ざった感じ、ピンクもちょっと混ざってる。あっち、夏だ夏、汗びしょびしょだわ。このアジサイもまたおしゃれだね。モコモコにならない感じなのかな、これとこれ。あ、ゴールですね。お寺が出てきました。これ抜けるともう終わりかな。2、30分かな、歩いた時間。もう大満足ですね。では車に戻りますか。いやー、アジサイ綺麗でしたね。初めてアジサイだけを見に行ったけど、アジサイってこんなに綺麗だったんだっていうぐらい綺麗でしたね。毎年見に行ってもいいぐらいでしたよ。この辺り結構観光スポットありますね。鹿島神宮だったり香取近辺結構あるわ。それではまだ時間あるので道の駅イタコに向かいます。ここから15分ぐらい。マジでいろんなとこある。到着しました、道の駅イタコです。広い。いやー、ここでご飯食うのも良かったな。っていうか多分来たことあるな、ここ。そうそう、ザリガニ釣りあったんだよ確か。覚えてるわ、ここ来たことあるわ。やっぱりこの絵はあやめ園ですよね。やはり行くべきですね。めちゃめちゃ風情あるじゃないですか、この橋。
この先は入っちゃいけないのかな。なんか入っちゃいけなさそうな雰囲気なんで、ここでやめときますか。行きたかったの奥まで。はい、道の駅イタコいかがでしたでしょうか。すげえよかった。この道の駅もっと前から何回も通うべきでしたね。ここでご飯も食べてみたかったですよ。というわけで、今ですね、周りに人がいないのでこの辺で一旦閉めようかなと思っております。3カ所行きましたね。十二峡駅と日本松寺だっけで、アジサイを見て、そしてこの道の駅イタコですね。3カ所とも近いところにあるんで、フラットドライブにまたぜひ来てみたいなと思いました。これからですね、1時間ぐらいかけて大洗の方へ向かいますので、この辺で締めさせていただきます。その動画は概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。では一旦失礼します。バイバーイ。チェックインしました。部屋紹介です。広いですよ。雰囲気のいいレストランじゃないですか。外観ね、これね、中見えるかな。見てみますか。そして何よりもビール、ビールが無料で飲めるってやばくないですか。ウェルカムドリンクで、このサーバー